はい、こんにちは、1 1 6インズです。さあ、今回は久々の初めての MLB ということで、これから MLB を見始める方、最近見始めた方にとって参考になればと思いますが、日本中を熱狂させた WBC、大谷選手やヌートバー、吉田正尚選手といったメジャーリーガーの活躍ですとか、あるいは侍ジャパンが対戦したメジャーリーガーたちのプレーを見て、今年は今までよりもう少し MLB を見てみようかなと興味を持たれた方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。 ただここで少しハードルとなってくるのが、これから見るにあたってどうやって MLB の情報を追っていけばよいのか、なるべく最新のニュース等を追いたいと思いながらも、どこを見ればいいのかわからない、そういった方々に今回の動画がヒントとなればいいかなと思っています。ということで今回の動画では様々な便利なサイト等をご紹介していこうかなと思ってるんですけれども、本題に入る前にまずは私のスタンスをお伝えしておきます。 最近は日本語のメジャー関連の情報も充実してきているところでありますが、個人的にはできるだけ現地の英語ソースの情報を追うのがベストだと思っています。まあ、こういう YouTube チャンネルやっておきながらという話ではあるんですけれども、日本語の情報が正直結構ピンキリで、特にここ数年大谷選手を出しにしたお世辞にもあまり質が高いとは言い難い記事がヤフーなどでも配信されていますし、それに毎度釣られてしまうのはあまりにもったいないのかなと。 現地の情報を追っていればそういったものに引っかかる頻度もだいぶ減るはずですので、現地の情報などを追うことを前提に今回ご紹介していきます。また、なるべく自分で情報収集した方が趣味としては面白いと思います。趣味として楽しむなら私は能動的なスターズの方が楽しいんじゃないのかなと。最後、今回いくつかウェブサイト等をご紹介しますが、これはあくまで一例として受け取ってください。ここだけを見るべきとはなってほしくないですし、他にも素晴らしいサイト等々たくさんありますので、ここを出発点として皆さんの興味が赴くままに調べていければよいのかな なと思いますこの姿勢を前提としていくつかご紹介していきますはいまず一つ目は mlb.com mlb の公式サイトですね アプリが毎年解約されている気がしないでもないですが、なんだかんだで強いのが公式サイト。各球団に mlb.com の番記者がいるため、どんな球団の情報でも割と簡単に追うことができる便利なサイトだと思いますし、また歴史ですとかトリビアですとかそういった記事なども非常に充実していて、mlb.com を見るだけでも一定以上の知識が得られるんじゃないのかなと、なんといっても公式サイトですので、情報の信憑性などの面で信頼できる点も頼もしいです。また mlb.com のサービスとして mlb.tv がありまして、こちら年間で2万円くらい 少しお高めののサービスででであるんですが各球団全試合ライブ観戦できますしし mlb の試合を見るならやはりここでしょうまた、mlb.com の日本語版に相当する mlb.jp もあり、こちらの記事は Yahoo などにも配信されていると思いますが、日本語のメジャーリーグ関連のサイトとしては極めて有料なサイトだと思いまして、記事の方も日本有数の MLB 有識者の方々が書かれているおかげか、質も非常に高いですし、日本語の記事を読むんだったらここがベストでしょうね。 続いて私も愛用しているのが MLB トレードルーマーズ。私が小学生くらいの時にはすでに存在していたイメージがありますが、こちらは選手の遺跡情報や遺跡に関する噂、他にも怪我人やロースター関連の情報などを幅広くまとめたサイトとなります。MLB トレードルーマーズは球界内でもチェックしている方が多いとされますが本当に優秀で、オフの遺跡市場や夏のトレードデッドラインなどの最新情報をチェックする際にはかなり重宝します。ここを見れば遺跡情報は大体追えますからね。 また、こちらのサイトはアプリ版も配信されていて、結構サクサク読める点も個人的には気に入っているポイントとなります。毎朝起きたら必ず MLB トレードルーマーズをチェックするのが私は日課としていまして、寝ている間に球回内で起きた出来事などをこれである程度キャッチアップしている感じですね。次、ツイッターですね。ツイッター自体はもちろん MLB に特化したサイトではないんですが、MLB 関連のサイトですとか、記者をフォローすることで様々な情報を得られやすくなります。 ツイッター、オ今コンもしばしば囁かれるところでありますが、こと MLB 関連のニュースの第一報、例えば選手がトレードになった、FA 契約を結んだなどの情報は、まず最初にツイッターに出てくることが未だに多いので、最新情報を知る上ではまだまだ有用なツールと感じています。有力どころの記者ですと、ESPN のジェフ・パッサンや、G ・アセッチックのケンロー・ゼンタール、ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン、遺跡の第一報を最近ではよく流している印象ですし、その他各メディアの番記者の方々も大体ツイッターはやってますよね。 一方でフェイクニュースや記者の成りすましアカウントも結構多いですので、そこは使う上では気をつけたいポイントでしょうか。また最近は結構日本人と MLB ファンによるコミュニティも昔より随分大きくなった印象がありますので、同じ趣味を持つ仲間を探す上でも Twitter は活躍してくれるかもしれません。続いてスポーツ関連のメディア等ですね。 大手だと ESPN、CBS スポーツ、FOX スポーツなどなどありますが、まあ、MLB トレードルーマーズとか見ていれば、ここのニュースも網羅されていたりしますので、まあ、たまにチェックする程度でしょうかね。あとは有料ですが、スポーツメディアとして G-Asset i というのもありまして、有料ということもあってか質もそれなり以上は担保されている印象です。また自分が応援しているサイトに特化した情報を仕入れたいとなれば、そのチームの地元紙もいい情報源になってくれると思います。 例えばマリナーズだとシアトルタイムズみたいな感じですね。シアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者の記事なんかはあまりこう忖度のないストレートな彼の見解が読めて個人的には好きですし、他の地元紙に関してもこういった名物記者というのはいるんじゃないのかなと、あとは他にはメディアとは読めないかもしれませんが、SB ネーション系のファンサイトも結構その球団に特化した内容で、かつなかなか面白い記事を書くところもあるんですが、これはよし悪しも分かれる印象はあるんで、そこはちょっと注意したいところかもしれません。 はい、ここからは用途別の紹介になりますが、プロ野球を普段からご覧になっている方であれば、選手の成績を調べる機会、あるいは調べたいと思う瞬間も多いかと思います。 MLB の選手成績を調べる上で有用なサイトをいくつかご紹介すると、まずはベースボールレファレンス、老舗のデータサイトで、MLB でこれまでプレイした全選手の成績のほか、チーム別のシーズンごとの細かい成績や試合結果、各賞の投票状況、ドラフト結果など、ありとあらゆる野球にまつわる記録がこのサイト一つで網羅されていて、何か調べる際にまずここを見れば大体答えがわかる実に優れたサイトです。 また有料サービスのスタッドヘッドに加入すれば、例えば1990年代に最もギダが多かった選手は誰みたいなニッチなデータ集計も簡単にでき、私もかなり参考にしています。続いて最近は打球初速何マイルとか、ピッチャーのボールのスピン量がという話を野球中継でも目にする機会が増えたかと思いますが、そういったトラッキングデータをチェックできるサイトにベースボールサバントがあります。 トラッキングデータがある2015年以降の打球関連の指標やピッチャーの投げているボールに関する細かいデータなどはすべてここで確認ができ、またその生データもダウンロード可能。 スタッドキャストで計測したトラッキングデータの検索方法も充実していて、誰でも簡単に様々な形のデータ集計が可能な点においても画期的なサイトだと感じています。三つ目、セイバーメトリックス系の指標に強みを持つサイトがファングラフス。ベースボールサバントが主流となる前はもっと重宝されていた印象がありますが、それでもファングラフスサンスのウィンザーボリープレイスメントは選手を評価する上でも非常に重要な指標ともされています。ファングラフスはデータ分析系の記事が充実していて、どれも読み応えがありますのでそっちを目的に見に行くことが多いですかね。 最近ようやくスマホに対応してだいぶ見やすくはなりましたが、未だに選手の成績ランキングあたりをちょっと見にくいのは難点かもしれません。続いて、選手の契約を調べたい時に使えるサイトです。まずはスポットラック。選手の年俸や契約にまつわる情報、各チームのペイロール状況がここに集約されていて、また過去のシーズンにわたって遡れる点も個人的には気に入っています。FA 選手の一覧も見やすく、来年そういえば誰が FA になるんだっけと思った際には、ここをチェックすれば良いのかなと、 普通に使う分にはあまりその必要性はないかもしれませんが、有料会員となると相当過去の契約やチームのペイロールにまつわるデータまで遡ることができますので、古いデータにアクセスしたい方は加入しても良いかも。もう一つ、コツベースボールコントラクトは野球の契約に関する情報に特化していて、細かい契約条項もカバーしているのが個人的には嬉しいポイント。また各種データを Excel で配布してくれている点も、私のような人間にとってありがたいサイトですね。 最後、プロスペクトを調べたい。ファンを長くやってると、だんだん参加のプロスペクトにも関心が湧いてくる人が多い印象ですが、そんな未来の若手有望株についてもっと調べたいとなれば、やはり大手はベースボールアメリカでしょうか。マイナーの若手有望株からドラフト候補、国際 FA 選手などプロスペクト情報といえばやはり BA という印象がありますし、非常に参考になる情報も多いです。 ただ BA は年間購読料がそれなりにかかる点はちょっとハードルとしてありましてそこがネックとなるなら MLB.com がやっている MLB パイプラインでも十分プロスペクトに関する情報はキャッチできるのかなと参加の選手たちのその日の活躍をまとめてチェックできるサービスも用意していたりと公式サイトとしてはなかなかの充実度です これ以外でも様々な媒体においてプロスペクト情報、特にプロスペクトランキングが見かける印象ですが、評価方法が媒体によって結構変わりますので、あとは見る側の好みの問題かもしれませんが、こういったサイトを見ていればプロスペクトに関する情報を集めることはできるのではないでしょうか。 ということで本当に駆け足で一通り自分が割と頻繁に見るサイト等を中心にご紹介してきました。これから MLB を本格的に趣味として見ていこうとされている方々の参考に少しでもなれば幸いですし、また英語に慣れておくと MLB は楽しみ方が増えると思いますので、ディープな MLB の世界に浸かる人が一人でも増えたら嬉しいなと。今回は割と代表的なところの紹介が中心でしたが、良ければ視聴者の皆さんもご自身がよく見るサイトですとか、媒体等あればコメントに残していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。